ピッピと保健室の探偵、クラスの宝物。保健室へようこそ。私の名前は瞳のしずく。この学校の保健の先生。学校内で怪我をしたり病気になった子の心と体のケアだけじゃなく、学校で起こるトラブル、悩み事、怪奇現象、何でも解決しちゃうのがうちの保健室。この子は相棒、ピッ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 、妖精ポケモンのピッピ。なぜかこの子に気に入られてしまって、ピピ、何を考えてるかわからないポケモンだけど、なぜかいつもヒントをくれる。困ったらいつでも私たちのいる保健室にいらっしゃい。おーす、みんな元気そうだな。平井先生、おはようございます。小林さん、2学期もよろしくお願いします。先生、夏休みは伝説のポケモン探しに行ってらしたとか。そうなんです、よくぞ聞いてくれました。いろんなところに行ったな。行け、そこの茂みに突撃。サムラ、いなかったか。次は池の中だ。サムラ、ありとあらゆる場所を探しましたが、あてもなく探したって見つかるもんじゃないですね。そうでしたか。見つけさえすれば、平井先生はマスターボールをお持ちだから。そう、どんなポケモンも必ず捕まえることができるマスターボールは手放せません。さすがですね。今もお持ちで。ええ、もちろんこのカバンの中に。おはよう、ほのか。そんなに急ぐと転ぶぞ。いった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 。言わんこっちゃない。大丈夫かい、立てるか。ほら、支えてあげるから保健室に行こうな。うん、ありがとう。残暑が厳しい中での始業式、万が一を考えて氷も準備した方がいいわね。ほら、ピッピも手伝って。くれるわけないか。まったく、可愛いから許されると思って。あ、はい。しずく先生、この子が肛門で転んでしまって。あらあら、ただのかすり傷です。こういうのを放っておくと跡が残ってしまうのよ。小林さん、あとは私が。ご苦労様です。よろしくお願いします。消毒液とガーゼにネット。どうしたの、ピッピー。これでよし。しずく先生、ありがとう。ほのかちゃん、放送委員の仕事があるんじゃない。あ、そうだそうだ、急がなきゃ。走っちゃダメよ。はーい。2学期初日、みんな浮き足立ってるよね。今日も無事に過ごせればいいけど。あの、瞳のしずく先生ですよね。はい。校長先生が5年1組に行ってくださいと言っておりまして。ああ、はい。5の1に行けばいいんですね。で、あなたは？あ、自分は今学期からこの学校に赴任することになりました。氷川修と申します。で、
こいつは相棒の雪目の子です。目の先生だったんですね。よろしく。あ、ピッピだ。かわいい。あ、嫌われた。ごめんなさい、この子人見知りで。あ、いえ、ポケモンに嫌われるのは慣れてます。で、5年1組で何があったのかしら。ああ、それが教室を出るに出られない事件というか事情がありまして。ん？で、こういう時は保健室の雫先生に相談しなさいとおっしゃいまして。校長が。とにかく5の1にお願いします。5年1組に起こった謎の事件、教室から出られないなんて聞いたことないわね。2学期の初日くらい無事に終えたかったけど、何よりも生徒の安全を守らなきゃ。みんなもここからの一言一句を聞き逃さないで。必ずどこかにヒントがあるはずよ。校長は大ごとにしたくないので予定通り始業式はすると。で、この件は校長と私と5年1組の平井先生とクラスのみんなしか知りません。それと私ってことね。ええ、僕もお力になれるか分かりませんが解決のお手伝いをします。氷川先生が。こう見えても大学時代は推理小説研究会に所属しておりました。推理力には自信があります。へえ。リアクション薄。しなやかかつ切れ味鋭い推理ということで、品切れの氷川なんて呼ばれてたんですよ。品切れの氷川？品切れ。調子狂っちゃうな、もう。ピッピー！ピッピー、何転んでるのよ。ピッ。え？チョークを踏んで転んだの？こんな廊下に誰がチョークなんて置いたのかしら。さあ、教室に入りましょう。失礼します。平井先生。しずく先生、この黒板を見てください。え？本日9時、このクラスの宝が消えるだろう。まるで怪盗からの挑戦状だ。朝、僕が一番に投稿してきたら書いてあったんです。こんなの気にしないで体育館に行ったら。そうはいきませんよ、このクラスの宝が奪われるんですよ。だったらその宝を持って体育館に。宝がなんだかわからないんですよ。このクラスの生徒だって宝ですよ。移動中に何かあったら大変です。宝がわからない。何が取られるかわからないからクラスのみんなで9時まで待とうってこと？そうです、絶対に出ちゃダメです。犯人が外から来るかもしれないし、すでにこの中にいる可能性もありますよね。そうは思いたくないが。そうそう、朝一番に来て純也が書いたんじゃねえのって俺は思ってるよ。え？ナオト、仲間を疑うのはやめないか。ちょっといいですか。ここに書かれている本日9時なんですけど、本日って今日のことなのかな。今日は2学期初日、夏休み中にこれが書かれていたとしたら、本日ってもう過ぎてるんじゃないかな。なっ！鋭い！その可能性も大いにないわね。あだ、僕間違ってます？これだけ目立つように書くということは誰かに見せるためでしょ。氷川先生は新任だからご存じないかもしれないけど、夏休み中5年1組の教室は特に利用されていない。誰も来るはずのない教室に書くかしら。それは。犯人は間違いなくこのクラスのみんなに見せるために書いている。たとえ夏休み中に書かれたものだとしても、本日というのは始業式の行われる今日のことで間違いないわ。そうですね。でもこれが夏休み中に書かれた可能性はありますよね。確かに教職員なら出入りできるとは思うけど。まさか先生たちの中に犯人が。先生が？嘘だろ。先生を疑うっていうのか。え、ちょっとどう思う？静かにしろ。ありえない、そんなこと絶対に。だって先生は昨日まで伝説のポケモンを探しに行ってたんだぞ。それを証明する人は。ちょっと待って、この黒板チョークがないわね。
本当だ、犯人はチョークで書いたはずなのに。1学期最後の日、ここに残ったチョークは全部ケースにしまって職員室に持って行った。チョークがないのにどうやって書いたの？どこかから持ってきて書いて、そのまま持って帰った。そうね、犯人はこの教室に入ってメッセージを書こうとしたらチョークが見当たらなかった。だから他の教室かどこかにチョークを探しに行く。タイムロスが出る。計画に狂いが生じてる。もしこれが夏休み中、誰もいない学校だったら特に気にすることもなく落ち着いていられる。純也くん、教室に入った時変わったことはなかった？いつも通り朝8時に登校して。おはよう。あって、まだ誰もいないか。今学期一番乗り。ん？本日9時、このクラスの。黒板の文を読んでいるとき、走り去る足音が聞こえたような。なんだろう、サンダルの音だった気がするな。サンダルの足音？走り去るあたり、やはり犯人は焦っていたようね。タイムロスによって純也くんたちが登校してくる時間まで計画がずれ込んでしまって、焦って教室を飛び出しこれを落とした。チョーク？すぐそこの廊下に落ちていたの。ピッピッピーピッピッ。はいはい、踏んづけて転ばされたからってチョークに八つ当たりしないの。なんで落ちていたのか疑問だったけど、どうやら答えはこれのようね。やっぱり書かれたのは今朝。なるほど、メッセージは余裕で偉そうに見えるけど、実は焦ってたのか。純也が入ってくる直前まで犯人がいたのかよ。純也、犯人と出くわさなくてよかったな。出会っていたら危なかったな。ん？私も気づきました。サンダルですね、平井先生。ところで平井先生、夏休みに伝説のポケモンは捕まえられたんですか？それがダメでした。見つけさえすればマスターボールで捕まえるつもりだったんですよ。常に持ち歩いているんで。そのマスターボールは今どこにあるんですか？ちょっとバタバタしてて、今は職員室に置いてあります。今朝出勤したらいきなり男子トイレの扉が壊れてるって報告があって、まあガタイのいい男は僕しかいないので直しに行ったんです。汚すと嫌だからマスターボールは置いて、で直してる最中に今度はこの黒板の報告があって、慌てて飛んできたというわけで。言ってくれればお手伝いしたのに。いや、着任早々トイレの修理なんてさせられないよ。そうね。みんなはどう思った？やっぱり平井先生の行動が気になるわね。犯人が外部の人間だとしたら、黒板を書くために一度教室に入ってるのに、その時に宝を盗んでいないのが不自然だと思わない？朝には教室になかった宝を外部の人が狙ったのか、それとも内部の人間の仕業か。ねえみんな、クラスで大事にしていたものってある？一番大事にしていたのは多分コンパンだよな。コンパンって虫毒タイプの？ええ、とても可愛いポケモンで、飼育係の純也が中心となってクラスのみんなで育てていたんです。はい、でももういません。1学期の終わりにモルフォンに進化したので野生に返しました。もともと教室に迷い込んできたコンパンだったから、いつかは野生に返さなきゃと思ってはいたんです。寂しかったけど、みんなで話し合ってお別れしたんだよな。僕は飼育係で毎朝様子を見るから
朝8時に来ていたんです。その習慣で今日も早く来てみたら、黒板にこんなことが書いてあったのね。今般とこの挑戦状、関わりがあるのかないのか。あと10分で9時になっちゃう。はあ、謎に次ぐ謎。そういえば、いったたたた、消毒液とガーゼにネット。ピー、どうしたの？ピッピーピーピー、何よ、ほのかちゃんのランドセルがどうしたの？え？ランドセルに汚れが。あの、平井先生、トイレ行きたいんですけど。ダメだ、ダメだ。少し我慢してくれ。一人も教室から出すわけにはいかん。なぜそんなに固くなに。もしや犯人って。10分後に犯人がやってきて、それを追い払って全てが終わる。違いますね。犯人は来ません。なんだって？じゃあどうやって宝を奪うんだ？違うよ先生、これは純也のいたずらです。違うってば。違うと思うわ。って指を振るの、急に流行らせないで。ピー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 。それ探偵っぽいから俺もやってみようかな。やめてください。ピッピ、真似して指振っちゃダメ。ピッ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 。やば、ピッピが指を振ると。あ、予測不能の技が発動する。ピッ、これは爆音波。なんで指を振るのよ。お話を聞いているみんな、大丈夫？最後に爆音波のトラブルが発生したけど、犯人は絞れてきた気がするわ。次回解決編でお会いしましょう。瞳のしずくでした。